続いて。じゃあ僕のターンってことね。もう当ててください。当てる形式。当ててください。みんなわかるよね。え、じゃあせーので指差してください。みんなわかるなら。ちょっと待ってください。やっぱちょっとシンキングタイム。こだわりの一品ですよね。見えてますか。いや全然見えてます。みんないけるじゃないですかこれ。二択じゃないでも。うん、二択よ。二択？どこ二択？いやもう一択だけど。逆に難しいな。難しい。シンプルすぎて。こんな手作りのオイルドジャケットの後にこれは違うけどね。絶対。でもこれは。黒人ならではかもしれないですね。タッチャーと見えてるのかな。タッチャーと見えないね。わかります。タッチャーと見えないですか。いや、タッチャーと俺の顔が今いいヒントくれました。頭ではないと。いや、まあそうは言ってない。これ心理戦なんで。心理戦。こっちも当てられたくないっていうのが。じゃあ使用頻度は週に1回か2回ぐらいだね。あ、まあ、結構多いですね。そうですね。週に1回ですね。そうですね。一択やん。じゃあもうお願いします。はい、行きましょう。行きます。はい、せーの。キャップ。これもジャケット。ジャケット。ずるいぞ。カットできましたね。いや、ずるいもん。いや、切れないために1回も取るわ。切れないように1回も取るわ。このくだりを使わないと。キャップ取ってねってなるからもう。あ、じゃあこっち、スウェット。いや、スウェット2日に1回ってやばいっすよ。いや、その一言でこいつ変える可能性出てきます。いや、もう俺はちょっと最初から。スウェット、スウェット、スウェット。シャルクロスラルか。ちなみにこれ何？どこ？どっちもラルフ。あ、ラルフローレン。こっちもこっちも合わせたい。合わせるってことはやっぱそれなりの思いがあるから。だから僕はじゃあ、なんかそれ長いと、はい、僕はジャケット持って。僕もジャケットですね。単純に試合に使い換えなんで実じゃないなと思って。靴も、まあ靴はでもないなと思って見えてないんで。さすがにスウェットとパンツ2日に1回はちょっと、まあ確かに嫌かなって。初めて見た。ずるいなそれ。なのでジャケットかなということで正解を。正解はこのラルフローレンのスイングトップです。やった。変えてない。変えてない変えてない。最初から変えてない。本当にそれこだわり。最初から変えてない。ちょっといいっすか。はい。俺なんか電話で、はい、このアイテム使いづらいんだけどどうしたらいい相談受けてる。だから俺ジャケットじゃないなって知ってたんですよ。なるほど。俺変えてない。変えてない変えてない。本当に変えてない。本当これ使いづらいっていうから。俺超使いづらいんだけどさ。九州タワーズさん来たらどうにかしてもらえないかなって言ってたんですよこれ。そうちょっ と、あの相談もあって、はい、これあれじゃないですか。どっちかっていうとなんか日本人の色に近いっていうか、だから日本人が着るとなんか上裸かなみたいになっちゃうところを俺が着ると。あ、確かに。そう、ちょっとそう、いい感じになるかなって思って、ちょっと好きなんですけど。ただこれ一体何と着るのが一番正解なのかなと思ってお聞きしたいんですよね、はい、あー本当に好きではあるの。好きだ。僕ですか。僕はこれこっちも同じような今色で合わせるとちょっと今っぽくなるかなと思って。本当上がると思うんですけど、まあ、レベルっていうか傾向あると思うんですけど。何とかですか。こっちのとかに合わせるのもちょっと今っぽいかなって。セットアップっぽくするってことは。はい。セットアップってちょっとあれですけど。こういう感じで。着ないもん。いやずるいでしょ。着ないもんなんてずるくないですか。いや今の格好で別に俺いいと思うけどね。なんかでもオレンジみたいなの俺持ってきたりしないけど。ちょ僕一言忘れたんですけど、チノパンに革靴。あ、革靴、はい、あ最強の黒人なんじゃない。最強の黒人なんですよ。ちょっとヒゲたくらして。あいつ、何歳ですぐらいの。いや俺ヒゲ全然早い。これ、4日ぐらい剃ってないってこれ。いや、剃ってくるよお前。よくヒゲ基本的に放置してるんで。おかしいだろ。なくても、ほんとチノって、なんか白のインナーでも、太い方がいいと思います、ね。あ、まあ、僕らの本当に個人的な意見なんで。ありがとうございます。まあ、このアイテムお気に入りになりました。なりました。なりました。おかしくないの？おかしいですよね。ちょうど。ちょうど。さらにお気に入りになったの。それ取るよ。やめろ。やめろ。リメイクするよ。リメイクすんなよ。それ取るよ。それ取っても格好する。嘘ついてるじゃないですか。嘘ついてる。めちゃめちゃ。嘘ついてるじゃん。全然あるっすよ、次の動画は。やだー、リメイクと称して服破壊されてる。リメイクって言ったら何でもありだと思ってるもん。いや、何でもあるっすよ。そんなわけないって。自己満なんで、自己満、やっぱ。いや、そうやけど自信持って歩くことが大事です。あ、でもありがたいな。いや、これチノパンって合わせるっていう考えは全然なかったんで、まあ、とりあえずちょっとチノ試してみますわ、はい、ありがとうございます。コメントでちょっと募集しとってもいいんじゃないですか。あ、そうですか。今日、このスイングトップどういう風に
たらいいかってコメント欄でもしいい案がある方いたらお願いします。はい、僕見てるんで黒人の方が見てるかもしれないですね。います。同じオロノさんみたいなのが、まあでも確かにあり得ます、ね、ありえますから僕らには分からない事情が分かってるかもしれない。カニユースさんがね、やめだとりあえずイージー入ってみたらいいよ。ダメだ、じゃダメだ、名前がこれカットで切れないようにちょっと押しずらしてるんですかね。ネス真っ黒なネスみたいになってる。カラーサイトネス。一番最後のやつじゃねえんだよ。4人じゃあるとやっぱね楽しいですね。またコラボしたいですね。はい、で本日はですね、はい、ニカルのマッシュさんと相方 YouTuber のお二人に来ていただきました。はい、今回は楽しい時間ありがとうございました。ありがとうございます。YouTuber どちらもされてるっていうので、はい、概要欄に2人のこれやりたいな、はい、お願いします。YouTube の URL 貼っときますんで、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。めちゃくちゃ面白いですよ。めちゃくちゃ面白いそんなハードルなの。ありがとうございます。はい、皆さんチェックしてみてください。はい、ですね、はい、じゃあ最後にですね、はい、まあ、以上ということで僕たちの動画、はい、これまでに2回以上見たよっていう方はチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あとコメントとグッドボタンもお待ちしております。ということで、じゃあね。